ありがとう。 アメリカドルは今と同じ価値がありました他の多くの国には真価を収蔵していました私費は今で支払うという約束でしたしかし今日アメリカドルや他のほとんどの世界の通貨は今ではなく信用によって支えられています地が地で力づけられているのです 1 9 2 0年代出頭のドイツの経験はインフレを一致し経済を安定させる裁量の方法として今本市への復帰を剥がす人々によって語られる古典的な強兵あなたいです物価が上昇するにつれて政府はますます多くの通貨を印刷し再び物価が集闘しました 最終的にドイツマルクは文字通り印刷されたシミの価値もなくなりましたパン・遺菌を買うためには酢の紙費が必要で摂取は何百万もかかりましたでは急償性の状況はどうなっているのでしょうかなぜ私たちは暗号通貨が必要なのでしょうかそれでは私たちが日常的に使用するお金を見てみましょう アメリカドル、中国元、ユーロ、そしてスイスフランがあります、私がここで試しているのは、流通しているお金の量に関する、公示の政府統計です、これは M1 であり、私費、通貨、そして倒査後、金庫地さや徐々地さも含まれます、つまり献身と献金のように機能するものがすべて一緒になっています。 これらのプロットはすべてビットコインのホワイト PPA が発表された2008年10月以降のデータを示しています。これはこれらの4つのプロットのそれぞれの足大側のスケールです。これは2008年でこちらは2019年の終わりです。お金の供給量がインフレしていることが分かります。全ての人にとってです。つまりわずか11年でアメリカドルの供給量 はペンと6倍に増加しましまた言い換えればお金の印刷機はそのペースで稼働し続けています私たちはそれに気づかないことが多いですが毎年見る価格が少しずつ上がっていくのでまるで非通したダレの中のカエルのようですカエルは自分が非動した傷の中に作っていることを理解する前に手遅れになって料理されてしまいますこれが私たちが置かれている状況のきりです 今問題なのはすべての世界の発展通貨が不問な速度で印刷機を増やしているということですしかし整理とは何を意味するのでしょうか特定の国の通貨に対して健全で慎重であるとはどういうことですかまあ、他の国よりも、えー、少しだけインフレが浅いということですよねしたがって、えー、ズームアウトすると例えばアメリカドルについて 50年の時間スケールで見ると基本的に指数関数的成長曲線が見えるという状況がまだありますこれはすべての著者者が直面する問題です資産を持っている誰もが新たに掃除されるお金によって常に追放化されているという流れに対抗しているのです さて2008年に仲本のホワイト PEPA が発表されましたこれがビットコインのホワイト PEPA ですこの内容の重要な洞察についてはあまり詳しくは説明しませんがここにいる皆さんの IQ は少なくとも140だと仮定していますもしまだであればこの論文を見て勉強するのにそれほど時間はかからないでしょうしかし私は言いたいのですがノーベル賞は却名の人物にはチェグされるべきではありません もし中本が自在の人物であったなら、これは明らかに、刑事区におけるのベル・ジョーズ症の洞察となるでしょう。刑事医学は本質的に、急症性の研究に他ならないのです。入管場コンセンサスが行うことは、重要原件を必要とせずに、デジタル継承計を操縦する方法を、統合することです。私たちのすべての国家通貨、欧州中央銀行、 アメリカの連邦準備制度はすべて重要で管理されている機関であり、マネーサプライに関して何をするかを決定します。現在、マクロ経済理論は、マネーサプライが社会の実機の経済生産に合わせて拡大し、執着するというものです。 よい換えればもし社会が非常に生産的で多くのものを生産しているならその社会は生産的であるためにマネーサプライを包丁させることが正当化されますしかし問題は国々がトラブルに限ることです彼らは接近をします彼らは人々に対して高すぎるサービスを約束しその後それを支払うことができなくなります彼らは解禁をします問題はもなった管理がマネーサプライの規模と 基盤となる教材の規模との間のこのような脆弱なバランスを崩す原因となることですではなぜ中曜日委員会が決定を下す必要のない急所性の縁を持つことが興味深いのでしょうかそれは人々が発定通貨システムから脱却する方法を提供するからですまた発定 中央銀行に対してもう少し良い仕事をするように剥す圧力をかける役割も果たします将来的には金融危機が少なくなるかもしれませんもしかしたら2009年のような金融危機は再び起こらないかもしれませんさてネッチャーホンコンセンサスがこれを行う方法は3つありますつまりアカウントレベルでどのようにして一人の人のビットコインが 別の人のの人ビットコインと混同されないのかつまり、ある人がビットコインのアカウントにサイアップスある有機実際に言っていることは数字を選ぶことです。彼らは2 5 6ビットのフィールドから数字を選んでいるだけです。 人々は本当に巨大な数を想像するのが苦手ですが私たちは0から10の77層の座の数を選ぶことについて話していますつまりその後にに77位の0が続く図ですでそれがどれほど大きいかを理解するためにまずは天の海因岸の直径を想像してみてくださいそして次に電子が互いに巡り合って整列している様子を想像してみてくださいここでは古典的な電子アバケリーを使用しています 天の川の全色橋にわたって電子が整列しているわけですが実際にはそれだけでは不十分だということが分かりましたこれらの電子の1つを取りそれを天の管銀岩の大きさに膨らませ次に別の電子のセットを横切らせる必要がありますよねそれでもそれだけでは不十分です電子の1つをこのホルの大きさまで膨らませ次に水金を一列に並べる必要がありますそれは10の何十七成です それがあなたが選んでいるランダムな数の空間がどれほど広大であるかということですそしてそれがビットコインのアカウントを取得するのにフォームに記入してアカウントの許可を求める必要がない理由です数字を選ぶだけですよね数字を選ぶだけそれがあなたのプライベート機ですそしてそのプライベート機の知識を守る必要がありますなぜならそのプライベート機を知っていることが誰かのビットコインを使うために必要だからです 全体の通貨システムにおけるビットコインの急創性つまり全体でどれだけのビットコインが存在するのかそしてそれが腐敗しないことをどのように確認できるのかということですさて、性は「継承性」はオープンなマイナのネットワークによって強制されており彼らは実際にはおしゃべりな階級児でありコンセンサスするルーセットに従って行動することで報酬を得ています。 最後にブロック遅延が記録するのは誰が誰に何を送ったかという記録であることをどうやって知るのでしょうかつまりブロック遅延はあ一連のブロックです悪ブロックにはこの人からあの人に送られたお金の虚偽が含まれており誰が誰に何をどれだけ送ったかの記録ですそして浮くブロックはその記録に過ぎません時間が経つにつれてそれが腐敗しないとどうやってわかるのでしょうか私たちが知っているようにビットロットがありますよね 腐敗が起こる可能性があります何かがあるかもしれませんでタベスの状態における不正脅威が進行中ですでタベスは各ブロックにマイナーが変更できる小さなでタフィールードがあるため維持されていますこれをノンスと呼び各マイナー派ノンスをランダムに変更してブロックのハッシュが難易度と呼ばれる数値よりも低くなるようにします通常ハッシュ関数について話すとき 私たちはハッシュ関数の実機の地には関心がありません私たちはハッシュが他のハッシュと一致することだけを気にします例えばファイルの整合性を確認する場合ダウンロードしたファイルのハッシュを取得し探しているファイルのハッシュと比較しますそしてそれらを比較しますこの場合私たちは実際にハッシュの画図つまりその図がどれほど小さいかどれほど大きいかを気にしていますそして難易度波ハクブロックが満たさなければならない数値です 言い換えれば赤ブロックのハッシュは難易度よりも低くなければなりませんそしてこれを現実世界のアナロジーで説明すると各 P 字に10分分の虚偽が記載された階級勝波を持っていると想像してくださいそして各 P 字が何らかの方法で本当に急症であることを確実にする方法を作りたいのですこの階級昇波のかつ P 字の治療は100万化の原子の偶数日でなければならないということができますよね 従って各回記事はその羽目に触れたりこすったり少しずつ消したりすることになりますなぜならそのレベルではなんちゃなんちゃ物原子を取り届いたり追加したりしているからですつまりあなたの答えがそのページが実際に白魔化の原子の正確な比数であるかどうかはランダムな数字になるということですねそれが見つかるとそれは非常に珍しいページですそれは白魔化の原子の 正確ななを持っていいるののでで見らしいページなのですでそして今やそれはデジタル表現であるため正確にコピーすることができますよねだから今はブロックのチェーンがありますこれらの歌ブロックにはこの静粛な素敬がありますそしてブロックチェーンがそれらを全てつなげています ビットコインとモネロにおける急小性について両者はオリジナルのコードベースを持っていますビットコインから単にフォークされて少し修正された多くの暗号通貨プロジェクトが存在しますがモネロはそのケースではありませんモネロはゼロから書かれました使用される打減拠点は異なります技術的ヘッジの異性代ですビットコインでは s e c p 1 1六 k 銀打減拠点が使用されモネロでは e d n i e c 1 9が使用されています 全数のようにビットコインともネロの両方はプライベート機を必要とします暗号通貨を使うためには数字を知っている必要がありそれがプライベート機ですこれはビットコインともネロの両方に当てはまります私が異なる点はモネロにはビューキと呼ばれるものがあることですビュー機は別のプライベート機であり実際にはチダ機のサブセットのようなものですビューキファ あなたが個人的に関与しているブロックチェーン上の曲金を符号するために必要なものですしたがってビューキーを持っていればブロックチェーン上で自分が関与した曲金を見ることができますそれ以外のすべては暗号化されたままですアドレス空間は異なりますビットコインでは10の60層モネロでは10の76層ですモネロでは利用可能なアドレスがより多くあるため 誕生日問題を心配している場合誕生日問題とは30人のグループがあるときその30人の中で2人が同じ誕生日を持つ確率が予想以上に高くなるという問題ですしたがってこれを暗号通貨アカウントのためにランダムな数を選びそれを自分のものと呼ぶという問題に拡張すると同じ問題が発生します あなたが暗号通貨アカウントのために選んだランダムな数字が後で私によって選ばれない保証はないということですよねこれが誕生日問題ですそしてアドレスが多ければ多いほど誕生日問題はそれほど懸念されませんしたがって発行の検索はビットコインとモネロのもう一つの違いですビットコインではこれは段階的ですハルビーニングと呼ばれる聞いたかもしれませんビットコインでは4年ごとに ブロックチェーン内のページを見つけたことに対する報酬としてマイナーに与えられるビットコインの数が半分に減りますこれはすべてのマイナーのカレンダーに派で丸が負けられた日がありその日に彼らの収入が半分に見ることを意味しますそしてこれがマイニングにおいて無駄なドラマを引き起こす要因となりますモネロでは継続的に検証する発行率を持つことでこれを回避しています もう一つの違いは、遠い未来におけるコインの発行率です、したがってビットコインではブロック報酬は最終的にゼロになりますが、彼らは首収数量を使って、その差を埋めることを予想しています。モネロでは、マイナーがシステムのために動き続けるインセンティブが常に保証されることを心配しています。 モネロではテルエミッションと呼ばれるものがありこれはブロックごとに一ごくモネロに相当しますそれは洋束的に続きますしかしそのお金基本的には将来のお金はネットワークのセキュリティを提供し続けるためにマイナーに支払われるために使われますではも遠い未来のインフレ率はどうなるのでしょうかビットコインではそれは正確にゼロだと読めますえビットコインでは 作成されるビットコインは2100万枚だけだと言われることが多く、それは人々にとって、えー、理解しやすいことです。しかし、モネロでは一定の先行インフレーションがあります。しかし、これは無限供給だというのは正確ではありません。なぜなら、モネロのインフレーション率を見ると、献金的にゼロに近づいているからです。どのマクロ経済理論を見ても、関連する変数はインフレ率です。 アメリカの名目額がどうであれ誰も本当に気にしませんドルは年間なんちゃうドルも増加していますが重要なのはその割合ですそしてモネロではその割合はすでに低く今後もさらに地下し続けるでしょういくつかの拠点を示して私が話していることを説明しますこれらは時間の関数としてわらタイプのコインがどれだけ存在するかを示す供給発行拠点です モネロはここここで遅れてスタートしたたとががかりりままますす、ま、モネロにはテ・ルエミッションがありますこのテ・ルエミッションは一定の先制軽結ですこの傾斜の理由は新しく発行されるコインがネットワークを保護するのを助けるマイナーに報酬として与えられるからですビットコインではコインの発行が2100万枚の上限に近づいている差し名なった問題に対処しなければなりません基本的に発行量はゼロに近づくことになります そしてその時点でネットワークのセキュリティが危険にさらされる可能性があると提案している論文がいくつか存在しますでこの拠点の最初のティッチ関数を取ったらどうなるでしょうかつまり今年の供給量が昨年に比べてどれだけ増えたかを見てみます言い換えればインフレ率はどのくらいですかここに見えるものがあります ここではいくつかの役なる資産を比較していますこれは今のインフレ力です私たちは通常今がインフレしているとは考えませんがもちろん今を掘り出して地上の今の供給に加える実際の無理的な恐怖がいますそれは今のインフレ率が年間逆1.5%であることが分かりますもし今を健全な通貨と考えるならその1.5%のインフレ率は一周の 警戒線ののよううななものになるでしょうビットコインとモネロの両方について、距離ラインは私たちが現在いる場所を示しています。私たちは暗号通貨の歴史において、非常に興味深いポイントに来ています。これまでのところ、多くの発行が行われてきました。これらのコインを流通させるために、ブロック報酬は比較的深く設定されています。 しかしここにある右側を見ると私たちは新しい種類の急症性の時代に突入しようとしています実際モネロのインフレ率は2025年までの次の6年間ビットコインのそれよりも低くなる予定ですその後両者はほぼ同じになる4年間の期間がありますそして2029年からビットコインのインフレ率は再びモネロを下回ることになりますししかしこれは 疑問符がつくことで、もありますそのマイナーたちはネットワークをサポートするためのインセンティブとしてどのような報酬を受け取るのでしょうか中本コンセンサスの重要な特徴はゲーム理論的にすべてのマイナーが障子であることを勝利され自己の欲望のためにシステムを操作しようとしないことですありがとうございますさて望ましくない不足の異性代がありそれはマイニングはドエアですそしてこれはモネロにおいて大きな問題となっています ビットコインのホワイト PPA で、中本社時は一つの CPU、一つの投票と書きました。この考えは、マイナーが得る報酬はその努力に比例すべきであり、マイナーがマイニングにかけた費用に比例すべきであるというものです。まあ、言い換えれば、マイナーの費用とマイナーの報酬のダには、理想的には先行関数が存在するべきです。残念ながら、 シリコン製造における規模の教材がこの先行関係を破壊してしまいましたつまりもしも線に新しい製造施設に約2500万ドルを投資できるならビットコインのプールフオブ枠を行うだけのシリコンチップを自分で生産できるということですねこれらは ACC ですそしてこれらはビットコインのネットワーク上に数年間存在しており現時点ではビットコインマイニングは 基本的に中国の合戦状態になっていますこれにより重要危険化の懸念が生じますよねすべてのマイニングを中国が持っていることが必ずしも問題ではありませんで実際のところ世界のビットコインハッシュパワーのすべてを基本的に支配しているのが特定の地域であることが問題ですさらに懸念の原因となるニュースがあります 例えば中国と西洋の間で高まる猛威戦争です最近中国政府が政府のオフィスで使用するコンピュータはドゥエアは中国基金のみとするという命令を出したという報道記事がありますこれは1年後から実行される予定ですすべての出るアメリカの企業のコンピュータが追い出される期限があります 従って中国紙のビットコイン ASEC に対しても同様のことが起こる可能性があります私たちは世界で商品の自由な流通があることを当然のことと考えていますがもし世界の一部が全ての暗号ハッシュパワーの製造を支配しあ、猛威戦争のためにそれを数種することさえできなくなったらどうなるのでしょうか従ってモネロではこの分散化の問題を非常に真剣に受け止めようとしました そして私たちは小規模なマイナーを支援するためにプールフオブ枠にいくつかの変更を加えましたつまりビットコインが始まった時コンピューター上でビットコインクライアントを実行している普通の人が実際にマイニング報酬を得るチャンスを持つことができましたあの頃はもう脳癒系のことですが今ではハッシュパワーはこれらの巨大な A3 スワムによって支配されています ビットコインをマイニングしようとする小さな人たちにとってはもう絶望的ですモネロではそれを変えようとしていますそしてプールフオブワークは何度も修正されてきましたそして先月の時点でモネロのプールフオブワークは現在ランドム X に変更されており実際に CPU の全ての機能を使用してプールフオブワークを行っています 基本的に実行されるランダムなプログラムがありますプロセッサーのパコアパうまく動作するために 2GB の RAM を必要としますこれは Botnet がネットワークを制御するのを難しくするために行われた設計上の決定でしたもしあなたのコンピュータが Botnet に感染していて 16GB の RAM のうち 14GB が拾言われているなら あなたはそれに気づくでしょう従ってランドム X におけるその設計決定は処理のために高い量の RAM を必要とすることを意図的に選択したものでしたブロックチェーンにおいて望ましくない別の不足の原因がありそれはレイヤー1へのアクセスですビットコインの1メガブロック制限がプロジェクトの報告を引き起こしました ビットコインではブロックが1メガバイトの制限にとどまることが許されるかどうかについて基本的に内戦がありましたこの多彩は今でも続いており一然として聖戦ですそしてこれはモネロがこれまで回避してきたことですモネロの解決策は使用性ブロックサイズを使用することでモネロのブロックの最大ブロックサイズが柔軟であり需要に応じて有機的に拡大または所証できるというものです もちろんシステムが不正に利用されないようにするためのあ規定が含まれています。キュインサイズを逆減するための研究が進行中です。最近導入されたバレットプールフにより、キュインサイズが10分の1に逆減され、モネロのキュキ従数量が10分の1に検証しました。キュキ従数量は、手虚偽のキロバイトサイズに基づいているためです。 このガチャンはたったたっ今1秒前に生まれまれしたニューヨークのマウントサイナ内イ病院の文面師で彼は人生をかけた最初の戦いに勝利しました彼の両親は私たちのカメラが彼の誕生を撮影することを許可しました彼の手記は震源確認のために取られます彼はまだ生まれてから1分も経っておらずこれが彼の最初の記録です 彼の裁判が始まりまりしたこのガチャンが17歳の誕生日を惑う若者になる時去年は1984年になります彼の1984年はジョージ・オーウェルが予見した世界になるのでしょうかプライバシーを奪われた世界ビッグブラザーに堅視される世界それともこの子供は実機の代わり目にブラントイス・バンセが呼んだ我々の領土不可能な権力を持つことになるのでしょうか人生を楽しむ権力 プライバーシュの権力ビットコインは透明ですですので暗号通貨に不慣れな方はビットコインを持っていると愚名であるという印象を持っているかもしれませんこれはあなたが聞いたことがあるかもしれない救命の魔法のインターネットマネです真実からは証言い,いことです大中メディアはこの誤解をたどくモナアリオに押し続けていますビットコインは完全に透明です そしてビットコインのホワイトピッパーを読むと全てがそこに記載されています送信者、出信者送信された金額が平分で記録されブロックチェーンに記録されることが明記されていますこれは全ての虚偽がハッシ種を持っているため非常に珍しくユニークなでタセットを形成しますそれは100万の原子の配数のことですよね 基本的にこれらの透明な詳細はブロックチェーンに応援に書き込まれ、お客様れています、それから逃れることはできませんビットコインには存在しない忘れられる権力を持つ GDPR などの欧州のプライバーシー法とは完全に、互関係がありません一度、吸気がビットコインのブロックチェーンに記録されるとそれはそこにあります。 完全に透明でない唯一のことはビットコインアドレスが単なる16金属の文字列であるということですつまり文字列ということです結局のところ全ては16金属の文字列ですしかしビットコインのアドレスは陸名に見える文字と数字の並びですしかし一度それがあなたの名前と顔に関連付けられるとその関連性メタデータビットコインアカウント番号 とととああなたののアイデンティティィ結びつきはは変わることはありませんブロックチェーンは永遠にかまれており常に成長し続けるため誰かを特定して暴露しようとする人々の仕事はただ待つゲームに過ぎませんだからこれがブロックチェーンです毎日ちょっとした情報を得ることができますあリップ追肥のが 旧銀所に登録し従って彼らの信言情報はこれに関連付けられています基本的にこのメタで他派ブロックチェーン上で集まり続け派定通貨よりも実際にはるかに悪化した状況を引き起こすことになります発定通貨の銀行口座を持っている時あなたは銀行が毎月の名キ数を銀行の外にある開示板に解釈して誰でも見ることができるようにするとは期待しません しかしそれがまさにビットコインの状況ですそしてそれを見ることができるのは近所の人々だけではありません世界中の誰もが誰が誰に何をいつ送ったのかを見ることができます残念なことにビットコインには歴史があるということですつまりビットコインでは存在するすべてのビットコインは 最初にマイナーに与ええられれる報酬ととしててて生まれたことを覚えておいいくださいマイナーがビットコインを取得しそれはビットコイン経緯の中で流通し始めますよねしかしブロックチェーンは透明なので完全に見える状態です現在存在する全てのビットコインの歴史はこの人あの人そしてこの人にまでいがることができ最初にマイニングされた時点まで種ることができます まるで10ユーロの私費を持っていてその10ユーロの私費の中側にあなたの前にそれを所有していたすべての人の素敵なリストが表示されているかのようです。これにはどんな悪営業が考えられるでしょうか。無元の人々が知らず知らずのうちに悪いことに関与していた誰かからお金を受け取ったために物って非難される可能性はどうでしょうか。 これはビットコインで起こっていますビットコインには価値だけでなく移転に関する評判がありますそしてこれが非常に不安を引き起こす理由であり私はこれを「賢治コイン」と呼んでいます賢治通貨では伝わるのは価値だけではなく評判もですつまり誰かからお金を受け取るとその人の人生つまり人生の歴史も受け入れることになりますそれはあなたのもとにも来るのです価値だけではありません 体調的にモネロは代替可能です代替可能とは10日の過単位が他の単位と区別できないことを意味しますだから私が10モネロを持っていてあなたも10モネロを持っているとしますそして私たちがその10モネロを他の人に拒否してもそれは一然として10モネロのままですこれ呂力はありませんそれは千金の私費のように機能しますそれは献金が機能すべきだと考える通りに機能します そしてモネロはビットコインが行うことに加えてプライバーシーを保護するための秘密の技術を追加することでこれを実現しますその一つがリング署名ですリング署名では資金の送信者が他の10人の資金の送信者と一緒に並べられますその虚偽であなたが知っているに唯一のことは11人のうちの1人がお金を送ったということですお金を使うたびにまるで10人の友達や 10人のランダムな人々、10人の指がいるかのようです。あなたが暗号的に知っているのは、あなたの11人のうち1人がそのお金を送っただけです。送信者の人間が保護されます。トゥ人の信源についてはどうでしょうか。トゥ人のモネロアカウントはモネロのブロックチェーン上に暗号化されずに表示されることはありません。一度限りの使用のためのアドレスがブロックチェーンに記録されます。これにより、トゥのプライバーシーが保護されます。 送信される金額についてはどううでしょうか支出のパターンを観察することで行われる攻撃があるからですそれはもともとビットコインのために開発された技術リング CT でカバーされていますが実際には最初にもネロに実装されましたリング CT は君蓄銀を意味しこれらの要素が組み合わさることでもネロの代替可能性が生まれます したがってモネロではコインは他のコインと区別できず記憶を持たないというのが最終的な結果です彼らは自分たちがどこにいたのかの記憶を持っていませんこれは実際にお金に求められるものですなぜならビットコインのように完璧な記憶を持つお金があると残念ながら何の関係もない人々の活動をものって関連づけることに違われてしまうからです モネロは代替可能なためユーザーハプライバシーの恩恵を設けますモネロのブロックチェーンは公開されていますビットコインと同様に誰が誰に何を送ったかの情報が公開された対象として共有されており世界中の誰でもアクセスできますあなたがモネロのソフトウェアをダウンロードするだけですそうすれば誰が誰に何を送ったのかの完全な履歴を持つこの隊長のコピーを得ます 違いはモネロではこのブロックチェーンの詳細が暗号化されているということですよねだからただ見るだけだと暗号化されたゴミのように見えますビットコインのように誰かのビットコインアドレスを入力してすぐにその人がどれだけのお金を持っているかを見ることはできませんよね 私は高額資産を持つクライアントや機関投資家を代表しており彼らにとってこのような機能は決定的な要素ですアデレモが不を持っている人が自分の銀行口座に誰かが入力して順次に自分の持っているお金の悪を見たり送金や入金のたびに順次にそれを見られることを望まないのと同じですビットコインのブロックチェーンでできるようにあなたが選んだビットコインアドレースに対して釘が出入りするたびに 携帯電話にあ,あらと送るような自動ロボットを設定することができますよねこの中のカジュアルな検視隣人に対して不気味になるよう招待することはビットコインに本質的に組み込まれているものです社会に深く浸透すればするほどそれはますます飲食になり私たちのプライバシーに対する脅威がもしますだから 起こる抽象は歴史のないお金があると犯罪者だけがそれを使いたがるというものですこれは抽象ですもう聞くのにうんざりしていますモネロは隠すものがない人々に利益をもたらしますしたがって主な利点は記憶のないお金を使うことでいわゆる悪い人から一歩離れているために不正敬意で持って非難される心配がないことです 基本的に、建ュコインを受け入れると好ましくない誰かがあなたに何かを送ってくるリスクを受け入れることになります例えばあなたがビジネスを持っているとしましょうステッカーやシャツ T シャツまたは非常に無邪気な何かを販売しているとしますよねそしてあなたは自分のビジネスでビットコインを受け入れることに決めますよねあなたが知らないうちにギャングやドラッグデイラーのような人から T シャツの注文が入ります 例えば彼らが麻薬の売人だとは知らなかった彼らはあなたが T シャツを買っているからビットコインを送ってきてこれがあなたの稼ぎ方なんだあなたは人々からお金を得る必要がありますしかしブロックチェーンを民主しブロックチェーン内のアドレスに顔や名前を付けている人々はそれを知らないのです彼らはそれをプログラムしようとするかもしれませんが結局のところこれは確率的な評価でありこの悪い人が本当にあなたに関連しているのかどうかということです 誰かが自分が被害に遭ったことに気づく唯一の方法はあコインベースからメールが来て私のアカウントが閉鎖されたということです私が暗号通貨貴金所に関連付けていた発定通貨の銀行は今や私に何か疑わしいことがあると思っています今私の発定通貨の銀行は何らかの理由で私の資金を凍結しましたそしてそれは問題のある人がしたこととは何の関係もありませんでした お金自体には完全に歴史があるという致命的な戦線がありますそれは本当のお金ではありません v i ベイビーのようなものですコレクションアイテムのようなものですこれはこの教授の中でもやっている独自のシリアル番号を持つコレクターアイテムですこれは本物のお金ではありません さて、ノーベル賞受賞のアイデアを持って帰りたいと思います実はこの論文を知っている人はあまり多くないようですジョージ・エイカラフは市場における非耐性情報に関する研究で経済学のノーベル賞を受賞しましたこの論文をよく知っている人はいますかはいわかりましたいいですねでは簡単に説明します中古車には2種類ありますよねレモンというのは悪質な中古車のことですよね それを買うとすぐに壊れてしまいますそれがレモンですもう一つの種類の中古車はピーチですこれが良い車ですだから銅の所有者たちはすべてのメンテナンスをこもないオイルを交換し売るために素敵な車を持った,ために必要なすべての作業をしましたよね売り手は自分がレモンを買っているのか二脳を買っているのかを知っています売り手はそれを知っていますもしあなたがレモンを買っているならそれを売ることでお金を稼ごうとしています もしあなたがもみを持っているならそれを知っているでしょうしかし車の買い手はブスでありレモンの売り手も飲みの売り手も車の土葬が特に工作があることを確実にしていますそのため回答には全ての車が同じように見えますつまり買い手はこの状況で自分が脆弱であることを知っています買い手はレモンを引いてしまう可能性を理解しています買い手はブスですが 完全にブスではなく自分のブスを実際に認識していますそのため買い手はのにの価格よりも少し低い価格にオファーを調整しますその車の提示価格はここでの理想的な価格よりも少し低くなる予定ですそうですよねではどうなるんでしょうかもしあなたがレモンを買っていて車に対してかなり高い価格が提示されているのを見たら嬉しいですよね あなたのレモンはこの地価格の価値しかないのにこれで売れることがあるだからレモンの売り手は喜んでいる彼らのレモンを買うための馬鹿がもっといるということだよねトミの販売者はどうでしょうかトミの販売者は売るために良い車を持つために努力した人たちであり今彼らはのにの価格よりも低いこのオファー価格を見ています彼らはガータンし少し数ついていますよね 彼らがその車を良好に保つためにやまったすべての努力そして車に関するすべてのルールを守ったにもかかわらずその良い行動が買い取からの高い価格という形で買われていないのですから正しいですよね桃の販売者たちは落胆し市場を取ってしまいますそうなると買い取たちはレモンを買う可能性が高まったことに気づきます そして彼らが提示する価格は下がっていきますそうして提示価格がどんどん下がっていく知恵の競争が生じるのです良い売り手は市場から取ってしまいますなぜなら彼らがいなった仕事に対して公正に報酬を受けていないからですそれは暗号通貨と何の関係があるのでしょうかケンジコインは誰がそれを持っていたかの完全な記録と履歴を持つため 暗号通貨ののの中古車のようなものですですので誰かからビットコインを購入する会そのビットコインの履歴を知らない場合えいあなたはこの状況での中古車の購入者ですこのビットコインを受け入れることで私は大丈夫なのかどうかわからないのですそれとも私は誰が知ってるかわからないことでものって非難されるのだろうか今そのビットコインを以前所有していた人と関連してどんな犯罪が行われたかわからない あなたはそれが自分に起こるかどうかわからないだからビットコインの特許可人としてあなたは中古車の購入者の立場にいるということですねこの論文で事変への競争を避ける手段として特定されているのは信号です 例えば車の市場ではヨーロッパにも似たようなものがあると思います車のシリアルナンバーや部員番号を入力すると全ての情報が記載された報告書が得られ事故力を確認することができますこれはヨーロッパには存在しないのですか はい、はい、誰かのためのビジネスアイデアですアメリカ南中国に存在しますそれはカーファックスと呼ばれています車のシリアルナンバーを入力するとその車の過去のリリが全て表示されますその情報は車の買い手と売り手の間で公平な競争を実現することができますよね これは雇用市場でも同様のことが起こります。つまり、教育も似たような状況です。もしあなたが上司で労働者を歯止うとしたら、100人の労働者が仕事に応募しています。彼らは、まち、あなたにとっては同じように見えます。ああ、誰もが同じように見えてきますよね。より書も時間が経つとみんな同じように見えてきますよね。では、労働を売る人たちはどのように自分を区別するのでしょうか。彼らは信号を持つことになるでしょう。 つまり、教育は中古車市場における情報と同じように信号であるあということですね。基本的に労働の売り手,手は自分の労働がより価値があることを労働の階級へのせすために教育資格を取得する責任を払っているということですよね。残念ながら教育の売りつゆはこれを理解し始め教育を販売し始めます。 なぜなら教育を受けに来る人々が単に雇用の信号を得るために来ていることを知っているからですそのため教育の本来の目的が使われてしまいますしたがってこれは非代替性暗号通貨でも起こっています現在中央期限請求委員長にアカウントを登録する人はさまざまな虚乳的なことをしなければなりません ID の写真を持ち上げる必要がありますこれが私の名前ですと書いた手書きのメモを作成する必要がありますえ基本的に暗号通貨の教材に参加するために十分に価値があるとみなされるためにはこれらすべてのものを提出しなければなりませんしたがってこれはこの意味でも信号となります興味深いことに暗号通貨では現在中央危険請求銀所が顧客に対するデューデリジェンスの負担を払っています したがってこれらの人々をチェックするための費用は、虚銀所にとっての負担となっています将来的には教育市場や社市場と同様に、売り手がこのシステム全体で自分の価値を証明するために、ますます多くの手続きを負けなければならない可能性があります。 さて一歩引いて考えてみると私はビットコインともネロにおける急象性そしてビットコインともネロにおける可換性とプライバシーについて説明しました一部引いて考えてみると暗号通貨が消えない理由つまりここにとどまる理由をあ特定できると思います今や私たちはインターネットを持ちモバイル通信もありますここにいる皆さんパケットをコピーするのが非常に得意なデバイス 少なくとも一つ持っていますよね。それが携帯電話の正体です。携帯電話は単なるパケットコピー機です。メールを取得するとき、あなたはメールサバーから携帯電話にパケットをコピーして確認しているの。私たちは世界中で1と0をコピーすることに非常に効率的になりました。これらのビットを移動させるための限界コストはゼロです。では、その世界で何が珍しいのでしょうか。地球上のすべての人間が基本的に どこでででででも無料で1とををコピーすするる能力を持っていい世界では、何が珍しいのでしのょううか。そうですね、デジタルの急所性とデジタルプライバシーになるでしょうデジタルの急所性とはあなたしか知らない1と0の試験数つまり暗号通貨のプライベート機のことですそしてプライバシーについてあなたが知っている一連の1と0がありそれを誰とも共有していないということです まるであなたが Facebook で世界中にランチの内容を共有したりあなたの生活の他の詳細を基本的にコピーされているようなことですこれらは将来不足する2つのものデジタルの急所性とデジタルプライバシーです暗号通貨は両方の利点を提供しますが特にもネロのような暗号通貨はプライバーシーも提供するため両方の利点を持っています 私たちが日常的に使用するお金の価値は政府によって定められた価値です。地筆やコイン自体は実際にはそれが表す金額の価値を持っていません。しかし彼らの悪面価値は巨大な金とこの準備だけでなく、それらの価値を固定した政府の安定性によっても保証されています。 人々が私たちの政府が強く安全であると自信を持ち続ける限り彼らはその価値を揺さうことなく自由にそのお金を受け入れ使い続けるでしょうあ過去にはああハーティー通貨が存在したとき基本的にあなたの国債がどのコミュニティに属するかをお金の目的で試していましたユーロ圏で生まれた場合ああユーロを使うことになります 例えば私はアメリカで生まれたのでアメドルを使います。これはどこで生まれたかという偶然の結果として誕生時に教えられるようなものです。現在暗号通貨では商場管理のシステムが世界中に分散したコンピュータネットワークであるためこの結びつきのアイデアは流動的になっています。よりオープンになっています。これは本当に教会の宗教改革のようで別の有名な ドイツ人マルルティン・ルーターのようです。カトリック教会のようなあ中央求権的な支配から神学を解放し人々が自分の選んだ方法で礼拝する自由を与えた人々のように仲間コンセンサスのおかげであ今や似たようなことが可能になっています。ここれは11 1年ととヶ月前のことです。 今や私たち一人一人が自分のグループを選んだり自分の教会を選んだりすることが可能になっています正確にはそうではないかもしれませんが私が言いたいことはわかると思います特定の特性に同一する人々のグループを自分で選ぶことができその区グループと自由に関わることができますつまりビットコインはそのようなグループの一つです 通貨が存在するすべてのコインの歴史を完璧に把握しているという仕事にあまり気にしていないようなグループの一つですそしてそれは大規模な人々の集まりであり彼ら全員が自分たちのブロックチェーンで追記していると君が家系であるという共通の信念を持っていますよねしたがって暗号通貨の中で似たような価値のコミュニティの形成が起こります モネロコミュニティについての私の観察をいくつか共有したいと思いますちなみにここにいるのはボランティアです私はボーストンからここに来るために自分のお金を払って暗号通貨の現状についての私の理解を皆さんと共有したいと思っていますモネロは基本的に地差団体のように運営されていますその背後には会社はありませんプレマインはなく人々が不正な方法で 持ちになることはありません存在する全てのモネロはネットワークを支えるための会計作業を行っていたマイナーに過去に与えられたものでビットコインと同様ですビットコインとモネロの両方には利益を得るために無視を貯める中央企業が存在しないというポジティブな側面がありますいいえこれは完全にオープンソースのそのヘネマイニングです普通の人々が 自分のコンピュータでピアーツピアネットワークソフトウェアを実行し何が格兵であるべきかという共通の理念を持つこのコミュニティに参加することを選んでいるのですモネロコミュニティは理想主義的で科学的でありながらとても歓迎的だと感じていますとてもリラックスした雰囲気です他のいくつかのコインではアルファギクがたくさんいて Twitter で自分が一番のアルファギクだとみんなに知ってもらいたい人たちが本当にいますしかしモネロにはそのようなことが新鮮に長けていますとてもリラックスした雰囲気です C3 のこの全体的な雰囲気で私が好きな点の一つはとてもリラックスしていることですたくさんの人がくつろいでいますそしてそのような共有されたリラックスした雰囲気は私が参加したモネロのミートアップで個人的に観察したものです モネロ研究所では暗号研究を行うフルタイムの長谷郷取得者がいます。モネロリサーチラボでは純粋な科学研究が行われ、その後有望なアイデアの実装がテストされ、最後にコードの実装を外部検査人に見てもらう検査プロセスが仕事されるという一連の研究の流れがあります。それらがきれいになったら次はリリースに進みます。つまり、 科学から工学への技術のパイプラインがありあそれが実施のモネロコアソフトウェアのリリースに押し出されるということです LMDB でタベスはモネロがどれほど進化したかを示す興味深いメラーの一つですモネロの初期の頃すべてのブロックチェーンはラームに保存されていたということが信じられますか そのためあー、RAM に収まる必要がある場合、ブロックチェーンの大きさには厳しい制限がかかります。LMDB でタベスはあ非常に頻繁に貢献しているハワード中の発案であり、彼はオープンソースの Linux の専門家のような存在ですあ。このデータベスはモネロに追加されました。 あモネロは実際には開発者の努力に関しては3位ですあ。市場の時価総額ではなく、実際の開発者の努力によってコインをあランク付けするとビットコイン、アイサリアム、そしてモネロの順になります。結局のところ、私の意見では、中本コンセンサスのキラー、アッパお金です。共有されている求生性の台帳があるからです。そして、求生性の共有された概念にとって、 より自然なものはお金以外に何があるでしょうかしかしお金を正しく理解することは簡単ではないことがわかりますお金には完全な歴史が必要なのかそれとも流動性が必要なのかをよく考える必要があります そのような基本的なアイデア以降、基本的なエンジニアリング設計の決定は初期の段階で行わなければなりません。なぜなら、モネロに流動性を組み込むために必要な技術は非常にハイ止命だからです。モネロはすでに6年間存在しており、その点で大きな改善を遂げています。社会契約の在り方から考えると、ビットコインでこれが起こるとは、どうしても思えません。 彼らは地域オートリーチのためのボランティア作業グループですそして前にも言ったようにこれを支えるための資金は全て100%募金をお願いして人々の前意に来る形で祝われていますそしてモネロコミュニティの人々はそれを行っています彼らは実際に行動を起こしこれを実現していますあしかし年次予算を見るともしもネロが企業であったなら 実際にはそうではありませんがその運営予算を見ればその小ささ貴重さに脅かされることでしょうそれは理想主義的で情熱的な人々がこのプロジェクトに真のオープンソース精神で取り組んでいるからでありしばしば彼らの良さの時間を使っているからですつまりモネロはビットコインの初心者が購入したと思っているものです 少し視点を変えます。前に述べたように暗号通貨にフルタイムで関わる前の私の仕事の一つはヘッジファンドのリサーチ責任者でした。それで暗号通貨を投資として考えるという問題が浮上します。もちろんビットコインの価格がこれほど急激に上昇したためあよく話題にされます。モネロの文化についてポジティブな点の一つは一般的に豪州が価格とリータ N そして 価格が急上昇すす、ることについて話す私はえ、えっとえー、学術的な金融のバックグラウンドがあります流動性が資産価格に与える影響について私が耕中した論文が応用金融における年間最優秀論文賞を受賞しましたですので私が説明したのベル状と組み合わせてモネロコミュニティに許容されるような尊敬に名前する学術的な講座がをお この金融と共通の議論に与えられればと思いますしかしこのプロジェクトは投資家を引きつけることになるという仕事がありますホドラを引きつけることになるでしょう それは社会競技的なヘッジです投資はたくさんあり ETF もたくさん存在します企業が環境的に持続可能であるべきだと信じ企業の局次一会が何らかの形で持続可能性を義務付ける公式な方針を持つべきだと考えるならそのような企業にのみ投資する ETF がありますよねつまり基本的にイデオロギー的な投資家になることが可能ですもし本当に持続可能性を気にするのであれば ああなたにぴったりの投資がありますよね例えばイスラム金融のように彼らは漏えんに対して理系が支払われるという考え方に賛成していない場合がありますイスラム金融の別のサブセット例があり漏縁に対して理系を支払わない投資がありますモネロは似たような時点で見ると基本的に2つの特性を持つ人々にとって理想的なヘッジ です一つは、発展通貨を管理する中央銀行の無管理や腐敗について懸念しているということです。そして二つ目に、私たち全員に関するすべてが常に記録され、永遠に残るという権史資本主義の状態に深く懸念を抱いています。そして私たちはそれに対してほとんど、あるいは全くコントロールを持っていません。 それは安全の命の下に行われています。しかし、残念ながらその線を越えすぎると、オープンで自由な社会ではなくなってしまいます。私たちあ西洋では、政府の権限に制限をあ設けている理由があります。それは、政府の権利に制限がない場合に何が起こるかについての認識によるものです。つまり、モネロのようなプロジェクト、ファーヘッジです。これは、これらの2つのポイントに強い。 感情を持つ人々にとって実際にお金を投じるということを意味しますそれは投資家を引き寄せるだけですグレーシャムの法則は最良の形態の通貨が嘘えられるという狂気的概念です人々は最良の種類のお金を保持し揺れつった形のお金を使って支柱するでしょう良いものは自分のために取っておくのですこれがゴレシュの法則です、えー、モネロではこうしたことがよく起こります モネロの多くの人々は以前はビットコインに関わっていましたが今ではビットコインをあるがう時に追記可能性に関する心配で頭がいっぱいになってしまいますそしてそういうわけでモネロに来るとお通貨が実際に代替可能であるため心配する必要がないのは新鮮ですそしてそれが果敢性を持っため5週の法則によって添えられる優れた形の通貨となります人々がモネロを保持し 他の通貨を使いたががるるという別の傾向が生じるでしょうアメリカではそしてドイツでもそうだと思いますが資産を1年以上保有している場合キャピタルゲインザレを支払う必要がないということです私が読んだ限りではそれは正しいですかドイツでは基本的に水没は検視で存在する理由がある暗号通貨プロジェクトに目を向けることを促進しています。したがって これはモネロへの投資資金を引き寄せることにもつながります問題はこれらの新しい投資家がコミュニティに統合できるかどうかですそして私がコンサルタントとして行うことの一部はこれらの世界をつなぐことです私はモネロのマネージャーと話をしたいと思っている新しい投資家たちを取り上げそのリリーススケジュールについて話をし 次のバージョンにこの機能やあの機能を組み込んでほしいと望んでいることを理解しようとしています。基本的に特訓をいくつか所有しているから、私はあなたの顧客であり、あなたは私の言うことをしなければならないという考え方は、オープンソースプロジェクトでは全く通用しません。Linux での変更がどのように行われるかはそういうものではありません。誰も Linux に言って、次の展開で何を見たいかについての最終通行をすることはありません。 基本的に、私がやっていることの一つは、伝統的な投資の世界と、ここにあるオーガン・ゴ通貨のオープンソースの世界をつなぐことです。 コミュニティ投資家は、コミュニティの価値あるメンバーとなることができる、投資家の一部であると私は考えています。顧客だと思って、エンタイトルメントを持つのではなく、彼らはプロジェクトのために財務リスクを払う手助けをしているという態度を取るでしょう。 彼らは自分のコインを自己保管し単に巨銀所に置きっぱなしにしませんがこれは多くの人が慌っていることです多くの人が暗号通貨を巨銀所に置いたままにしその後巨銀所がハッキングされてお金を使うことになります現実はもしお金が巨銀所にありあなたがプライベート機を持っていないなら暗号通貨の IOU ですそれはあなたが所有している暗号通貨ではありませんそして モネロコミュニティのしっかりとした MNBA になるためにコミュニティタイプの投資家に試した側面のリストがありますもう一つの重要なことは暗号通貨の所有権に関する適切な法的構造が整っていることを確認することですそして私が暗号通貨と伝統的な金融の世界を結びつける手助けをしたサブセットの一つは信託から出たものです ドイツのような発定法の制度では信託の概念は少し一緒に感じられるかもしれませんなぜならそれはイギリスの古文路から来ているからですしかし信託とは発的な事態であるという考え方ですそれは発的なことです会社のようなものですが多くなる発的構造のカテゴリーにまずしています信託はえー、造業者が衆議者にすぐに渡したくない資金の保管容器のようなものです基本的に 関与すするのは3人のは人人です資産を持つグランターがいて、襲議者に資産を移転したいと考えていますが、単に直結的にではありません。彼らはそのお金を信託に入れたいと考えています。従って、信託の設立者は信託のルールを作成し、その後財産を信託に移転します。信託を定義する文書の一部として、最終的にその財産から利益を得る可能性のある襲議者のリストがあります。そして、第三者として、受託者がいます。 者者は信託に預けられた資産の法的所有者ですしかし法的所有者には条件があります法的所有者は財産に対して好きなように行動することはできません彼らは信託文書に記載されている知識に従わなければなりませんつまりこれは暗号の世界の人々がスマートコントラクトと考えるものですこれはもともとの古典的な法的契約のようなものですさまざまなプレイヤーを信託に配置する際に 例えばどの保育具を選ぶかに忠義を払えば、廃育に非常に依存する利点を得ることができます。このことの複雑さのためにはっきりと説明することは完全に不可能です。しかし、可能な利点は法的な税金の経験です。言い換えれば与えられることからの保護です。したがって、信託にお金がある場合、それはもはや造業者のお金ではありません。 もはや悪の所有者の今ではありませんそれは信託の今です従って誰かがこれの所有者を加えた場合服は使われますそれはもはや彼らのものではありませんそれは信託に隠していますそして訴訟からそのお金を守る信託法もありますだからほとんどの人はまあ誰が私はできリスクです私はいい人で誰にも美害を加えず誰も死を訴えることはありませんしかしこの中かで一つの明らかな例外は離婚です人々は 最近結婚したばかりの人々によって日常的に盗まれることがあります結婚前に作成された不可逆的信託は結婚前に行わなければならずそうでなければ無効になりますが挑戦に耐えられる区ぐ少ないものの一つですそうですねあまた発的なプライバーシーの症状もあります信託を遅く法要によってはその資産を保護するためのプライバーシーの症状から利益を得ることができるかもしれません実際 アメリカ人でない人々に関連することですが、あなたが知っているかどうかは分かりませんが、資産計画やスクの管理の中で、アメリカは新しいスイスだという呼び回しがあります。これは、アメリカには非対称な法律があるからです。アメリカには FATCA という法律があり、これはオバマによって導入され、世界中の金融機関にアメリカ人に関するディタータを IRS に送信することを要求しています。 これがアメリカ人がドイツの銀行口座を取得するのがほぼ不可能な理由ですなぜならドイツの銀行口座はこのアメリカの顧客を受け入れるために IRS に対して多くのかわしい報告要件を払うことになるからですそういうわけでアメリカ人は海外で動くときに多くの問題を抱えることになりますそれに対する反応として世界の他の国々は CRS つまり共通報告基準を考案しましたアイデアは同じです ドイツのように例えばあるヨーロッパの政府は自国の市民がオーストラリアにお金を隠そうとしていないことを確認したいと思っていますよねだから彼らは、えー、誰も税金を不正に逃れないようにするために全ての国が互いに財務情報を共有するという合意に署名したんだよね基本的に CRS に署名した国にがたくさんありますがアメリカはその中には含まれていません従って非対称号が存在します 海外で合法的なビジネスを行っているアメリカ市民に関しては、そのすべての情報が IRS に送信されます。しかし、アメリカで金融業務を設定する非アメリカ人に関しては、アメリカが情報を母国に送る義務はありません。だからこそ、アメリカは新しいスイスだという言葉があります。 2つの小さなディッパが睡眠で振動しています浮くデイッパは独自のルールを作成し2つのベントのセットが重なり合っています今ディッパ外れて振動しています彼らは逆微小で振動しており異なるパターンへを生成します同調している時はこのようなパターンへを生成します 部長が合わないとこのパタルはこのようになりますさてこれは少し複雑な内容ですがモネロの下市の上下道とビットコインの下市の上下道そしてアメリカ所紙市場の下市の上下道のつわいを示しています債券市場と今ですよね例えばこの四角はモネロとビットコインの交差点を示していますよね この週にはモネロのリター N が表示されています。この週にはビットコインのリター N が表示されています。したがってモネロが好調な月にはビットコインも好調である傾向があることがわかります。このようなパターン N 相関関係が見られます。またモネロにおいてはポジティブな極端な外れしの月がいくつかあることも確認できます。今月、モネロは基本的に1ヶ月で4倍になりました。 つまり暗号通貨を所有することの一部は本当にワイルドなジェットコスターのような体験をすることですそしてその状況に対処できる必要がありますしかしこれはモネロとビットコインのリター円の間に相関関係があることを示しています0.4の相関です1.0の相関は完全に相関していることを意味します両者は上昇し下降します死はその逆です一方が上昇すればもう一方は下降します したがって、現代ポートフォリオ理論において、これはあなた自身の個人的なポートフォリオにも当てはまる考え方です。将来うまくいくと期待される二つの資産があり、それらが相関していない。は、まあ、言い換えれば、資産が上昇すると、別の資産は横ばいであるか、別の資産が下落することもあります。よ、言い換えれば、これら二つの役なる資産の日々の上下は、お互いに小殺される傾向があります。その状況がある場合、 両方の資産からポートフォリオを作成すれば組み合わせたボラティリティが改善されるでしょう追加する要素があるためボラティリティは検証します逆相関ですよねこれはウォール界の投資家にとって非常に重要なことですなぜなら相関構造はパフォーマンスの予測よりも信頼性が高く長続きする傾向があるからですしたがって相関構造は持続する傾向があります ウォール会は常に相関のないアルファの弦を探しています。例えば、モネロとアメリカ書籍市場のような伝統的な資産との相関を見てみると、0.0.01です。異なる動き方をする資産を組み合わせることが、全体のポートフォリオにとってプラスの力になるという考え方は、考慮すべきアイデアです。 さて、再度言いますが、これは相関構造についてのみ話しています。これは、上賀の動きのようなもので、将来の価格が上がるかどうかについては話していません。それは別の質問です。これをお見せしてから終わります。すみません。時間をオーバーしています。でも、私の後に誰もいないと思うので、できるだけ早く終わらせるようにします。私がここで試しているのは、ほぼ唯一。 必要な資産価格チャートだおーおーと思いますこれは非常に長期的な時点ですこれは暗号通貨の始まりである2009年から2020年までを示していますこれは11年の歴史です暗号通貨のブロガではこれをほとんど見ることがありません YouTube で暗号通貨についておしゃべりしている人たちは常に気にの起こったことに焦点を当てています長期的な視点を持つ人にとっては全くの気がらし したがって暗号通貨を資産として見る際には横縮と装縮の両方でズームアウトすることをおすすめしますここで試しているのはこれらの各区分が10の因子であるということですねここに1000と1ドルそして10000ドルがありますこれは1ユーロの初期投資が1000万ユーロになるということですこれがスケールですね このようなスケールで見るとすべてのこれらの上下は大きく見えるものの消えてしまいます例えば S&P500 アメリカ書式市場を見てみましょう書式市場に少しでも関わっているなら2019年12月が非常に良い月だったことはご存知でしょう実際15%の上昇がありこれは書式市場にとって非常に大きなことですしかしこのスケールで見るとそれはまるでピクセルのようです ですので、すのこれは暗号通貨を可能な投資として考える際に誰もが持つ決断を強調していると思いますこれはカちゃんのようなものでまだカちゃんですそれは驚くべきことで他の資産と比較してもおろみちいに上昇しています次のチャートはまだ赤ちゃんのようなものでビットコインの価格が7000ドルだと言われても それがが高いいいいののののかかか低理解すするるは難ししでで誰が知っているのでしょうかそれは本当に難しいことでたった一つのビットコインのことですから視点を持つのが難しいのですここで私がしたことは存在するすべてのビットコインの価値を取り上げたということです ビットコインの始まりから時間がね経つにつれてマイナーに報酬として与えられるビットコインの数が増えてきました従って存在するビットコインの数が増え価格は上下していますよねそれで存在するビットコインのグズに現在の価格を掛け算しますそうすると市場の実価総額が得られます私がそれで決まったのは世界中の地上にある全ての今の価値でそれを歌ったということです すでに地面から掘り出され世界中の金庫に保管されているキメは主に中央政府が所有していますが放射品などにもかなりの量がありますこのことについての推定があります基本的に世界には常にどれだけのイメが存在するかについての推定がありますそこで私は世界中のビットコインの価値を世界中のイメの価値でうたったものを計算しました私はそれを11年間続けてきました 現在、世界中のすべてのビットコインの価値は、す、え、べ、ー、ての今の約1%であることがわかります。言い換えれば、すべての今はすべてのビットコインの価値の100倍に相当します。そして、モネロについても同様のことが言えます。この、比喩はモネロにとってさらに適切かもしれません。なぜなら、今の神戸棒をレバイスと、その神戸棒を所有していた人々のリストは見えないからです。 あなたはただ今を見るだけです。従ってモネロ。ハビットコインよりも実際の夢に近い動きをします。従って世界中のモネロの比率を作る方が力にかなっています。どれくらいの価値がありますかそれを世界中の今の価値で割ります。そうすると0.01%を見ていることになります。だから私はこの資産クラスがまだかちゃんだと言う時そういう意味です。まだ早い段階です。うままくくいく可能性もありますし 非常に悪い方向に進む可能性もあります誰も知らないバグが存在する可能性がありますまた多くの人が過度に心配していると思う政府の行動も考えられます私たちオタクは政府を単に前言を持つレディットのモデレーターのように考えがちですが実際には政府はもう少し慎重にあぐらいています不当な禁止が発生した場合 例えばアメリカ人がプライベートな方法で価値を主義する基本的な権力を持っているかどうかを決定するために最高裁判所に贈ねられることがあるかもしれませんこれはプライバーシーを基本的人権として本当に大切に思う人々によってキャラキされる将来の裁判時間になる可能性がありますそれではこれで終わりますご注目いただきありがとうございます